張ったサラダで野菜不足を解消。季節の野菜でヘルシーに。正午です。本当に抜けるような青空は嬉しいんですが、風が冷たいですね。スタジオの温度計は4度8つですね。お元気でいらっしゃいますか。和歌山玄三です。立春寒波とやらでまさに春は名ばかりの冷え込みが戻ってしまいましたが、そんな中庭の霜柱を押し上げるようにして福寿草がむくりむくりと頭を覗かせ始めました。あちこちで椿の花も目につくようになりましたし、本当の春まではもう少しの辛抱ですね。さあ、今週もまた短い時間ではありますけれども、これからのひとときをどうぞご一緒におくつろぎください。 MDU バックグラウンドミュージック、今日お聴きいただきます曲は A Hard Day's Night Sweet Caroline I Love Paris、クレア、愛しのセシリア、レディー・ゴダイバ、アパートの鍵貸しますのテーマ、こんにちは赤ちゃん、あの街この街、もしもピアノが弾けたなら、マラゲーニャ、ビオレッタに捧げし歌、オールバイマイセルフ、黒い瞳のナタリー。この番組は松本歯科大学の提供でお送りします。
seem so lonely. We fill it up with only two. And when I heard curtain runs off my shoulders, how can I hurt when holding Yeah.
28年の今日、若尾文子、南田陽子主演の映画10代の青天が封切られて大ヒットとなりました。青天、つまり性について書かれている書物ですが、青天映画の流れは戦後すぐに生まれました。当時日本を占領していたアメリカが日本映画にキスシーンを取り入れるよう積極的に奨励したことから、昭和21年の20歳の青春で日本映画初のキスシーンが登場。昭和25年には青天映画の走りとされる松竹映画乙女の青天も公開されました。ところが昭和27年の評判作で石坂洋次郎原作、市川崑監督の若い人なんかもこの流れの中では青天映画に数えられていますから、若い女性の思春期を扱えばとにかくレッテルは青天映画だったということになります。そして28年の10代の青天シリーズのヒットで巻き起こった青天映画ブームに PTA やマスコミが過敏に反応して社会問題となり、その3年後には石原慎太郎原作の太陽の季節も大ヒット。セックスは映画の中で日常的に描かれるようになって現在に至っております。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
昨今女性たちの間で話題となっている自然派化粧品、中でもヨルダンからやってきた死海の泥を使った顔用のパック剤が発汗作用を促して老廃物を排出させるということで大人気なのだとか、それからまたモロッコからやってきたアトラス山脈の麓でしか取れないという粘土も有名です。モロッコでは昔から石鹸やシャンプーに混ぜて使っていたそうですが、この死海の泥やアトラスの粘土に共通しているのは、いずれも高濃度のミネラルを含んでいるということのようでございますね。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。時刻は12時25分を回っています。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。真鶴道路の上り石橋で7キロ混み合っています。遠くになりますが、東北道は吹雪の影響で碇ヶ関と青森の間が現在通行止めです。タイヤチェーンが必要になっているところは、東北道松尾八幡平から北側、関越道は土樽パーキングと長岡ジャンクションの間、上信越道は信州中野と上越ジャンクションの間です。首都高速は4号線の上り三宅坂で乗用車同士の事故があり、左側車線を塞いでいます。外苑から15分かかっています。4号上り三宅坂の少し手前で事故処理中です。世田谷通りの下り3本杉立橋は2キロ半、50分近くかかります。次の TBS ラジオ交通情報は12時58分頃にお伝えします。今日の関東地方は日中いっぱい良いお天気ですが、夜から明日にかけてはお天気下り坂で、日中は曇り、夜には降り出す雪か雨、明後日の午前中まで続きそうということです。バックグラウンドミュージック、東京赤坂 TBS 放送センター9階ラジオ第6スタジオからお届けしています。お相手は和歌山源三です。
1911年明治44年の2月10日に落成したのが東京丸の内の帝国劇場、通称帝劇です。客席は一席で喫茶室、化粧室、食堂、売店も備えた日本最初の本格的な洋風劇場でありました。歌舞伎や女優劇などを上演していたんですが、やがて洋画の不義理館となりまして、昭和39年に閉館、2年後に建て直されまして、再び演劇の聖地となっていることはご存知の通りでございます。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
hiciste volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar una huella, una señal, hacer mi sueño realidad, poder amar.1968年の2月10日、この番組でもおなじみのポール・モリア・オーケストラの恋は水色がアメリカの音楽雑誌ビルボードのランキングで全米ナンバーワンを獲得しました。でその2週間後の2月24日には歌い入りのアル・マルティーノの番が出て57位、クローディーヌ・ロンジェの番が97位、さらにマンニー・ケレム100位と続々チャートインする人気でしたが、実はこの曲ムッシュ・モリアのオリジナルではありません。この曲がアメリカでヒットする半年前、ビッキーという少女が歌う恋は水色が日本のチャート誌オリコンの25位に登場して3万3000枚というヒットとなりました。ビッキーは全ヨーロッパを対象にした1967年の第12回ユーロビジョンソングコンテストにルクセンブルク代表としてこの恋は水色で出場、第4位入賞という17歳。でこちらではその後日本語のオリジナルソング待ちくたびれた日曜日やカバーバージョンの悲しき天使などもヒットさせました。つまり恋は水色がアメリカでヒットした時、日本のポップスファンはすでによく知っていたという珍しいケースだったんですね。
MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。時の経つのを忘れさせてくれます。今日は A Hard Day's Night、 Sweet Caroline、 I Love Paris、 クレア、愛しのセシリア、レディーゴダイバ、アパートの鍵カシマスのテーマ、こんにちは赤ちゃん、あの街この街、もしもピアノが弾けたなら、マラゲーニャ、ビオレッタに捧げし歌、 All by myself、 黒い瞳のナタリー。
以上、大江田誠の選曲でお聴きいただきました。スクリプトは風浩二でした。 MDU バックグラウンドミュージック、この番組は松本歯科大学の提供でお送りしました。ではサンデープレゼントです。まず当選発表から参ります。株式会社山屋からお届けするボルドーの赤ワインシャトーサントコロンブ2001、900通ほどのご応募の中から新宿区の茅仁さん、足立区の内田つや子さん、町田市の大野恒夫さん、埼玉県春日部市の加賀谷陽子さん、神奈川県秦野市の目黒由美子さん、東村山市の広田光子さん、目黒区の山田明子さん、神奈川県横浜市の増田千尋さん、豊島区の高野夏さん、足立区の坂本紀美子さん、以上10名の皆様ご当選です。おめでとうございます。ユニーク並べるとともにワインの味を楽しみください。それでは今週のプレゼントのお知らせです。2月最初の日曜日、株式会社東京宝石のご協力、誕生石プレゼントでございます。浅草をはじめ五反の越谷など首都圏の東武線沿線を主にご愛顧いただいております信頼の宝石チェーン株式会社東京宝石、2月の誕生石はアメジストですね。アメジストを使いましたブローチとペンダント、それぞれお一人ずつにプレゼントです。いつものようにハガキに住所、氏名、年齢、職業、電話番号をお書きになりまして、郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージックサンデープレゼント、アメジストの係へお申し込みください。インターネットからのご応募も OK です。バックグラウンドミュージックのホームページからお入りください。2月9日木曜日の到着分まで有効、当選の発表は来週日曜日のこの時間に行います。さて、先週ご案内いたしました2枚組の CD TBS ラジオ和歌山現像のバックグラウンドミュージックに関しまして、お問い合わせのお電話をたくさんいただきました。中には近くの CD ショップへ行ってみたんだけど CD のタイトルがわからないとお取り寄せできませんと言われてしまったので、タイトルを教えてくださいというお便りもございました。タイトルはズバリ TBS ラジオ和歌山現像のバックグラウンドミュージックでございます。念のために CD 番号は JOCD5001 と5002、2枚組で40曲入り3400円でございます。インターネットからの場合は番組のホームページから通信販売の Amazon を通してお買い求めいただけます。で、この CD に関するお問い合わせは月曜から金曜まで 03-3779-8931 03-3779-8931 ジャレックスまでどうぞ。そう、通信販売といえばですね、4年前2002年3月にコスモの本という出版社から発売されました和歌山現像のバックグラウンドミュージック365日人間歳時記という本も通販でお買い求めいただけます。 CD と合わせてこの本の方もお買い求めいただけましたら幸せでございます。さて、2月に入りまして、またまたお願いでございます。2月26日バックグラウンドミュージックは2月のスペシャル、今回はやはり春よ来いリクエストスペシャルといたしますね。おはがきでインターネットであなたのリクエストをお寄せください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージック春よ来いリクエストスペシャルの係でお待ちしております。リクエストの締め切りは23日木曜日の到着分まで、春を待つお便りもぜひお寄せください。2月26日春よ来いリクエストスペシャルにあなたのお力をお貸しくださいますようにリクエストをお待ちしております。足立区の宇田川正恵さんからのおはぎ、鳥たちのプレゼントにとそのままにしておいたかなりの数の庭の柿の実も今日ですっかりなくなりました。名前も知らない鳥たちの訪れは家族みんなをとても楽しませてくれました。今は半分くらいの南天の実も間もなく終わってしまいそうです。これからの庭では小さな芽が見えてきたチューリップや水仙、つぼみが膨らみ始めた人長芽、椿などの花々の作品を待つことになりますが、まだ残り7割ぐらいの冬の日、どうぞご自愛ください。ありがとうございます。お互い風に気をつけましょうね。さて、この後1時からは伊集院光の日曜日の秘密基地が始まります。引き続き TBS ラジオでお楽しみください。2月の26日の春よ来いリクエストスペシャルをお忘れなく、あなたのリクエストをお待ちしております。来週は12日になりますね。どちら様もお元気で、どうぞ良い1週間をお過ごしくださいますように。それでは日曜日のお昼にまたお会いしましょう。和歌山玄三でした。ごきげんよう。
この寒さなんとか乗り切れてますか？ TBS ハウジング。いやこの冬は暖房費がものすごいよ。この寒さじゃ仕方ないけどな。そんな冬でも暖房費の心配がないというのが高気密高断熱の家です。家を断熱材ですっぽり覆って外の空気を遮断するもので、高い技術と緻密な測定によって可能になるシステムです。室温の快適さに加え、結露やカビがない、ホコリが立たないといった利点も注目されています。快適な住まいづくりは TBS ハウジング。お近くの会場へぜひどうぞ。時刻は12時58分を回っています。東名高速上り線、工事の影響で吉田インターで1キロ10分、真鶴道路は上り石橋で7キロ、海沿いの134号上りは滑川で断続的に6キロ渋滞があります。東北道は吹雪で碇ヶ関と青森の間で通行止めです。チェーン規制は関越道の土樽と長岡の間、上信越道信州中野と上越ジャンクションの間です。首都高速の渋滞はすべて解消しました。都内の一般道路は世田谷通りの下り三本杉立橋で2キロ半50分、それから神奈川内回り若林で3キロ半、法南立橋から40分です。次の TBS ラジオ交通情報は1時28分頃にお伝えします。二人とも風邪ひいてない？どうぞ。こっちまだ T シャツ、父さんとこは初雪だ。寒そう。あ、ちょっとなんとなく暖かくない？いつでもどこでもみんなとつながる、電話でもメールでもない。月1050円でプッシュトークかけ放題。ドコモ 902i。 植物性消臭液、匂いのんの。タバコ、トイレ、生ゴミ、冷蔵庫、ペットの匂い、介護やホテル、病院、自動車などの匂いを消します。水で250倍に薄めて使うから非常に経済的。匂いのんのは0120-86-1261 フローラから。匂いのんの、聞けば見えてくる TBS ラジオ。セブン&アイグループの伊東洋華堂から、介護に役立つ品が勢ぞろいの安心サポートショップ全店に開設。一時です。